真鍋淳君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官、辰巳正義君、地方協力局長、中村義俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより内閣総理大臣出席のもと質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川内博史君。委員長。川内君。総理、財務大臣、お疲れ様でございます。12分という短い時間でございますが、質問を何点かさせていただきたいというふうに思います。委員の先生方のお手元に、財務省にお作りいただいた資料を配布をさせていただいておりますけれども、軽減税率1兆約1000億の各所得階層別、収入5分別に、その減税恩恵額をですね、試算をしていただいたものでございます。この結果、3段目が、国から見れば軽減税率の減収見込み額、すなわち国民から見れば恩恵額になるわけでございますけれども、所得の低いところから5つの階層でその恩恵額を試算をしていただきました。一番低い、低所得の世帯、それから一番高い、所得の高い世帯、約倍の開きがあると。総理、この軽減税率1兆1000億というのは、総合合算制度をやめて、総合合算制度4000億、低所得世帯への4000億の恩恵をやめて、軽減税率を導入したと、取ったと。しかし、低所得世帯へは、その恩恵額は1430億円という試算になっております。4000億いくはずだったのが、1430億しかいかないというのが、この軽減税率のですね、ある種の試算であると。私は、両方採用すればよかったと思いますよ。しかし、どちらか一方ということで、この軽減税率を採用された。これは結局、所得の再分配がうまくいかずに、この軽減税率は逆進性を助長してしまっているということになるのではないかというふうに思いますが、この試算結果を見ての総理のご見解をお尋ね申し上げます。麻生大臣。ご指摘のこの試算というものは、かねてこの委員会で川内先生の方からの審議において、一定の過程を置いた、いわゆる資料作成の指示をいただきまして、これ作成させていただいたものがこの資料の背景です。具体的には予算ベースの軽減税率制度の実施に伴う減収が約1兆1000億程度を、家計調査における総所帯の年間収入5分の階級別にして、軽減税率対象の消費支出の高で、機械的にこれ暗分させていただいたというものであります。この試算で収入が高い層ほど軽減税率の減収見込み額の配分額が大きくなっていると言いますが、これは収入が高いほど消費支出が大きいためでありますし、また収入が高いほど1所帯あたりの人数が多いということも、これ下見では 3.27 と 1.30 と、こういったことによりまして軽減税率制度の逆進性の改革につながらないということにはならないのではないかと思っております。そもそも軽減税率に言います逆進性の緩和は、収入に対します消費税負担の割合で見るというのがこれ適当だろうと、割合額ではなくて、軽減税率の対象品目につきましては低所得者ほど収入に対する支出の消費支出の割合が高いということになっているのは、種類外食を除く食料品ということで、きちんと食料品というものにバタッと決めております。これによって収入に対する消費税負担の割合については、低所得者の方が高所得者よりも大きく引き下げられることができ、消費税の逆進性の緩和につながると、そう考えております。また、総合合算制度の話でありますけれども、これは負担の上限を年収の一定割合とするといったことが想定をされていたんですが、具体的には対象の所得階層についてはあの当時決められてはいなかったというのはご記憶の通りだと思います。したがって、ご指摘の年間収入5分階級別の資産の値と、総合合算制度の所要額というのを比較するのは、これは
前提条件が違っておりますので難しいと思っております。いずれにしても総合合算制度は消費者にとりまして通税間の緩和の実感につながらないのが一点、また所要のなんていうか、ね、必要な所得とかまた資産の把握というのがマイカードを使いまして難しいといったことから低所得者対策としては導入は困難と考えて今回この採用させていただいたというようにご理解いただければと存じます。河内君麻生大臣からルールご説明をいただいたわけですけれども、この表を見ればですね、1兆1000億円という、財源がどのように、どの階層に行くのかという傾向は機械的な試算であっても、まあ、明白になっているというふうに思います。で、低所得の世帯に対する支援、要するに、世帯の人数についても麻生大臣言及になられましたけれども、結局高齢者の一人暮らし世帯とか非正規で働く若者の世帯とかそういうところにどう支援をしていくかということが日本の経済にとっても非常に大事な局面である中においてですね、その1兆1000億が結局消費税の逆進性ということよりもですね、世の中的に逆進性を助長していると、格差を拡大している結果になっていると、1兆1000億の財源がですよ、それを私は指摘をしているわけでございまして、まあ、総理に、お答えいただけなかったのが残念ですが、もう一点、今度は総理しか答えられないことなんですけれども、今日玉城デニー知事とお会いになっていらっしゃると思います、そこで普天間の危険性の除去ということもご発言を総理はされているんですけれども、普天間の危険性の除去というときにですね、亡くなられた尾長知事は、飛行場が危険なんじゃないんだと、その飛行場にいるヘリコプターや飛行機が危険なんだと、住宅地の上を低空で飛び回り、そして、窓から物が落ちてくる、窓から物が落ちてくるんじゃなくて、窓が落ちてくるということもあったと、そういうことをなくしてもらいたいんだということをおっしゃってらっしゃったわけですが、普天間の危険性の除去と、だから辺野古を作るんだということであればですね、普天間の危険性の除去、これ、辺野古はいつできるかわからない、いくらかかるかわからない、そして辺野古ができたとしても、普天間が帰ってくるかどうかはわからないというのが、防衛大臣の見解ですから、だったらば、まず飛行機の危険性を除去する、すなわち日米地位協定の改定をですね、せめて、アメリカの国内と同じように低空飛行訓練は誰もいないところでやってねえと、住宅地の上は飛ばないでねえというような日米地位協定の改定をまず申し込んでいらっしゃるというのであればまだ納得できるけれども、何にもしないでいてただ普天間の危険性の除去という言葉をお使いになられるのは辺野古を強引に推し進めるための方便としか私は思えないんです。総理の見解を問いたいと思います。安倍内閣総理大臣。普天間飛行場がですね、世界で最も危険と言われるゆえんはですね、周囲を住宅や学校で囲まれ市街地の真ん中にあるということだと思います。普天間飛行場から離陸する場合も着陸する場合もですね、飛行高度の高低にかかわらず必ず市街地の上空を飛行することになります。またこのため、騒音被害もう避けられず、住宅防音が必要な世帯は1万数千に上っています。このような普天間の危険性を根本的に除去するためには、一日も早く辺野古への移設を進めていくことが必要であります。辺野古への移設は、沖縄に全く新しい基地を増やすというものではありません。普天間が持つ3つの機能のうち1つに絞って、かつ、規模も大幅に縮小した上で移設するものであります。辺野古への移設が実現すれば飛行経路はこれ海上となります。安全性は格段に向上します。また、騒音も大幅に軽減されることになりまして、住宅防音が必要となる世帯は現在は、普天間においては1万数千世帯、でございますが、それがゼロとなるわけでありまして、負担は大幅に軽減することになります。
これまでの日米の首脳間における具体的、この具体的なさまざまなやり取りをしてきたわけでございますが、それは差し替えさせていただきますが、累次の機会に沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場については説明をしてきたことでございますし、地元の方々の思いも伝えてきたところでございますが、まさにこの普天間地をですね、全面返還し、そして辺野古に移設すれば、今申し上げましたように、危険性も負担も大幅に軽減されると、このように考えております。川内君。いや、総理、辺野古ができれば普天間が帰ってくるということが保証されているのであれば、今の総理のご発言はそうですかということになるのかもしれませんが、辺野古が帰ってくる保証はないわけです。だからまず日米地位協定の改定をトランプさんと普天間が帰ってくるという保証はないわけですから、そこをトランプさんと話し合っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。さらにですね、辺野古の珊瑚ですね、これしつこくて申し訳ないです。辺野古の珊瑚、これはですね、総理、子どもの珊瑚は埋め殺されているんですよ。子どもの珊瑚、ちっちゃな珊瑚は埋め殺されているので、ちっちゃい珊瑚というのは子どもの珊瑚なんです。これから大きくなるんです。それが埋め殺されていることだけは間違いないので、あそこの珊瑚は移植しているという言い方は、いや、不十分だったと。あそこの移植対象の珊瑚は移したよと、移植対象のという言葉をつけるべきだったと、訂正するということだけは言ってください。お願いします。安倍内閣総理大臣。あと、辺野古がですね、辺野古が完成し、そして、使用が可能となれば、間違いなく普天間は返還されます。全面返還されます。普天間基地は全面返還されるということは明確に申し上げておきたいと思うわけでございます。でそれはそういう約束で進めてきているわけでございます。条件が整えばいいです。条件というのはもちろん、この辺野古がですね、完成して、そこに、使用が可能となればですね、当然これ普天間基地は全面返還されます。これはもう明確に米国と約束をしていることでありますから、返還されるかどうかわからないということでは全くないということは明確に申し上げておきたいと、このように思います。その上で、もう何回も何回もこの参考についてはご質問をいただいておりますが、お答えをさせていただきますが、移設作業にあたっては周辺の自然環境に最大限の配慮を払うため約5年間にわたる環境影響評価を行っています。その際、沖縄県知事からは合計6度、1500件以上に及ぶ意見をいただき、これをすべて反映をしております。その上で、保護対象のサンゴについては移植し、また国指定の天然記念物や絶滅危惧種に指定されている貝類、甲殻類なども移動させる方針であると承知をしております。このうちサンゴ類の移植については沖縄防衛局において部外の専門家からなる環境監視等委員会の指導助言を踏まえて保護基準を設定しておりまして、実際設定した基準は那覇第二滑走路の工事に伴う埋め立ての際よりも相当厳しいものであり、この内容は沖縄県にも報告をしていると聞いております。具体的には、那覇第二滑走路の工事に伴い小型サンゴを約3万7000群体の移植を行いましたが、仮にこれにですね、辺野古移設と同じ基準を当てはめればですね、小型サンゴ類17万群体を移植する必要があった。つまり3万7000ではなくて17万群体を移植しなければならないという非常に厳しい、那覇第二滑走路と比べて厳しい基準でですね、辺野古のサンゴの移植は行っているということであります。なお北川海域にはですね、すで簡潔にお願いします。ということでございます。はい、はいはい、河内君。はい、終わっておりますけど、那覇第二滑走路事業におけるサンゴをね、辺野古基準と同じにしたら17万軍隊を移さなきゃいけなかったんだと、それを3万7千移したんだと、14万殺したってことなんですよ、那覇でね、那覇で。だからそういうちっちゃなものはいっぱいあるんです。それは移されてないってことだけはちゃんと分かってるよと、だから訂正するよぐらい言わないと。川内、もう申し合わせの時間は過ぎておりますので、今日はここで終わりにしたいと思いますので、残念ですけれども。残念です。次の質問者お願いいたします。次に緑川隆君。はい、委員長。
国民民主党無所属クラブの緑川隆です。今日は緑のネクタイをしている安倍総理、今日はありがとうございます。私緑川なので緑のネクタイをしております。そして麻生大臣、また政府関係者の皆様、連日の予算案の質疑審議、大変敬意を払った上で真摯に議論を進めてまいりたいというふうに思います。戦後最長といわれる景気拡大の中にはありますけれども、一人当たりの国民のこの物サービスを買う力、伸びているのかどうかを見る上で大変重要である指標である実質賃金の伸びりが、去年の大半のですね、各月の大半でマイナスでありました。そしてこの賃金の目減りをしている、生活者が豊かになっていない、暮らしが上向いていかない、景気回復の実感は感じられない、私の地元の生活者の大半の声であります。安倍総理は名目一人当たりの賃金に、そして雇用者数をかけた総雇用者所得がこれプラスであるというふうに胸を張っていらっしゃいますけれども、私の実質賃金がマイナスであり、暮らし向きが良くなっていない、このことに対する答えにはなっておりません。で、議論が平行線のままですので、今日は資料をお持ちいたしました。1の総雇用者所得の推移を見ていただきたいと思いますが、こちら総理の言うように名目実質で見てもプラスであります。そしてその下、そのプラスの要素は何であるのかを見ると、2018年に 3% 近い急激な伸び率が生まれています。で、この要素の主体は何であるのか、さらに見ていけば、3の65歳以上の男女、2018年でも確かに伸びていますが、その他の月、その他の年でも伸びています。そして一方、女性、下を見ますと、これ65歳以上の女性も含まれていますが、2018年に2と同じように急激に伸びている部分が、これリンクしております。で、この女性と高齢者が就業者として伸びている。で、どういう形態で伸びているのかを見れば5です。正規と非正規のこの伸び、2018年に赤いこの折れ線グラフが跳ね上がっている、これが非正規です。つまり女性、そしてお年寄りが非正規という形で働いている、低い賃金で働いている、そうした生活者が増えることによる総雇用者所得の伸びは、総理、暮らし向きが良くなっていると思いますか。安倍内閣総理大臣。国民みんなの稼ぎである総雇用者所得については、女性や高齢者の就労参加が進んだことと等により雇用が大幅に増加する中、名目でも実質でも増加が続いています。また労働力調査によると、安倍政権の6年間で65歳以上の方については、正規非正規雇用が179万人増加している一方でですね、実は65歳以上でございますが、正規雇用も30万人増加をしているわけであります。その上で、65歳以上の方が非正規雇用として働く理由については、自分の都合の良い時間に働きたいからという理由が、家計の補助、学費などを得たいからや、正規の仕事がないからという理由を上回っております。なお、消費の動向につきましても、2014年4月の消費税率 8% への引き上げにより、大きな駆け込み需要と反動減が生じ、景気の回復力が弱まることとなったものの、その後のアベノミクスの取り組みによって、GDP ペースで見て2016年後半以降、増加傾向で、推移をして、おります。また、平成30年の内閣府調査の調査によれば、現在の生活に満足と回答したものの割合は 74.7%、これは過去最高となっておりまして、まさに、この調査によれば、多くの方には景気の回復を実感をしていただいていると、こう思います。ただ、実感できないという方もいらっしゃることも承知をしておりまして、少子高齢化が進む中にあっても、我が国、経済が力強く成長し、国民一人一人に景気回復の波が広がっていくように、あらゆる政策を総動員してまいりたいと考えております。以上。緑川君。総理、長寿化の下で意欲を持って働きたい人が増える、女性やお年寄りが増えている、そしてまた自分らしく働くこと、それ自体は素晴らしいことです。しかし、働き手が増えているのに消費が伸びていかない。6の図ご覧ください。実質家計消費は2018年、この景気拡大の6年間の中、真っただ中にあるこの時期にしても、2013年に比べてですね、5年前よりもむしろ下がってるんですよ、消費が。で、これは何かというのを真剣に考えていただきたい。これは共働き世帯がなんで今も共働きで働いているのか、
一人暮らしのお年寄りが年金収入以外の収入を求めてなぜ働き続けているのか、消費を増やしたいけど増やせない、貯蓄に回すしかない、将来不安を抱えている人たちが増えているからじゃないですか。アベノミクスのこの効果が現れていないことの何よりの証左であると思いますが、いかがですか。お答えください。安倍内閣総理大臣。今お示しをいただいたグラフについてはですね、これ、消費税によるですね、これ反動の増と減ということだというふうに我々は理解をしております。緑川君。生活の実感が感じていられない人もまだいるとかですね、どうもやはり現場の感覚では総理あまりお持ち合わせていないような気がしてなりません。家計調査、実質 GDP の算出基準もやはりこれ怪しくなっているところがございますので、引き続き追及していきたいと思うんですが、まず私の地元秋田と、そして山口に配備が予定されているイージスアショアについて最後にお尋ねをしたいと思います。あくまで限られた予算の中で熟議を尽くしてですね、最大効率の下で防衛体制を整備していくということが日本の防衛計画の大前提であるはずです。しかし防衛大綱にも載っていない、26中期防にも盛り込まれていない、総理イージスアショアの整備が定められていない中で、トランプ大統領と話だけ進んでですね、トランプ大統領がおととしの11月に来日をしたときに、新造安倍が軍事装備を大量にこの後購入することになると述べて、その次の月にですね、イージスアショアの導入が突如として閣議決定されたわけです。でこれで国民的な議論が全く進んでおりません。さまざまな理由を並べてですね、イージスアショアの導入を目指しているようですけれども、そもそも日本の防衛計画に基づけばイージス艦8隻体制での防衛弾道弾計画であったはずです。これをですね、来年度にはマヤが収益をします。そして再来年には新しいイージス艦がまた収益をして8隻になります。この8隻体制の下で常時2隻ずつ稼働する、そして洋上監視、また防空艦隊防空、さらにはその上で迎撃ミサイル防衛を組む、さまざまな任務を乗組員が負担を軽減できるように分け合って8隻体制になる、そのための目的で8隻にしている、これが本来の防衛計画のあり方でした。しかし乗組員の軽減負担というのを理由にイージスアショアを導入しようとしている、これは理由にはなりません。総理、地元秋田そして山口に対して間違った説明をしているのではないですか。お答えください。安倍内閣総理大臣。間違った説明ではございません。まずですね、お話をさせていただきますと、これまでの我が国の弾道ミサイル防衛はですね、ミサイル発射の兆候を早期に察知をしてイージス艦などを展開させ、必要な期間迎撃態勢を取ることを基本としてきました。こうした考え方のもと、政府としてはイージス艦8隻体制であれば2隻程度は一定の期間にわたって継続して洋上で BMB 任務を行い、我が国全域の防護が可能であるとこう考えてきたところでございます。他方ですね、北朝鮮は、移動式発射台、テルと言われておりますが、による実践的な発射能力を向上させました。そしてまた、潜水艦、発射型 SLBM をですね、開発をいたしました。この開発は、日本あるいは米国において、予測していたよりも、速いスピードでこの開発が行われているわけでございます。これは残念ながら、事前にですね、SLBM の発射は予測はできない、わけでございまして、発射兆候を早期に把握することは困難になってきております。このような状況の変化などを踏まえれば、今後は24時間365日の常時継続的な体制を1年以上の長期にわたって維持することが必要であり、これまでの我が国の弾道ミサイル防衛のあり方そのものを見直す必要があると考えております。まさに事態状況の変化に対応して私たちは国民の命を守る責任があるということであります。また現状のイージス艦の体制において、長期間の洋上勤務が繰り返される乗組員の勤務環境は極めて厳しいものとなっております。これに対しましてイージスアショア2機の導入により、我が国全域を24時間
365日長期にあたって切れ目なく防護をすることが可能となりまして、隊員の負担も大きく軽減をされるわけでありまして、イージス・アショアを導入する方針には変わりがないということであります。なお、イージス艦8隻体制の下で2隻程度が洋上で BMD 対応で展開するためには、イージス艦はほぼ BMD 任務に専従する形で運用をせざるを得ないということになるわけでありまして、他方でそうした運用を行った場合、海洋の安全確保任務というイージス艦の本来の任務を実施することができず、またそのための連動を維持するための訓練や乗組員の交代を十分に行うことができなくなると考えていることだところでありまして、我が国の周辺における警戒監視任務等の所要は大幅に増加をしております。イージス・アショアの導入によりイージス艦を本来の任務や訓練に当てられるようになり、我が国の対処力抑止力を一層強化するものと考えております。はい、はい、緑川君。委員長、だったらですね、この議論をなぜ各国でまず議論する前にここで議論をしないんですか。計画の変更についてはしっかりと議論していかなければならない。防衛計画の変更があるならばルールに基づいてしっかりとやっていただきたいというふうに思いますよ。で、ローテーションのこの乗組員の負担軽減はあくまでイージス艦のこの洋上勤務での乗組員の負担はやはりイージス艦の増積でしかこの防衛計画上は成し遂げられなかったはずなんです。その変更があるならばしっかりと伝えなければならないというふうに思います。地上のイージス艦イージスアショアはイージス艦の秘匿性のある機動性のあるイージス艦と比べて脆弱です。地上に露出をして固定式で動かせません。北朝鮮を想定すればハワイ向けには秋田の上空を通過する ICBM 大陸間弾道ミサイルが通過する、そして山口の上空には IRBM 中距離弾道ミサイルがグアムに向けて発射される、そのちょうど迎撃ポイントがこの山口と秋田なんじゃないですか。アメリカ本国にとっては防衛するための早期警戒追跡レーダーとしての役割を担わされる、そういう中で北朝鮮の抑止力としては邪魔な存在なんですよ、イージス・アショアは。そうなればこの2カ所を狙ってくるそういうテロ行為、さらにはこの破壊工作先制核攻撃のようなことに対してそういう事態が地域にイージス・アショアを置かれることに対するこのリスク、一国の総理としてどのように認識されているでしょうか。最後にお答えください。時間が来ておりますので簡潔にお願いいたします。当然ですね、このイージス・アショアの存在というのが北朝鮮がですね日本を攻撃しようというときに抑止力が向上しますから、北朝鮮にとっては邪魔な存在なんだろうと思います。まあ、それだけ効果があるんだろうとこう思っているところでございますし、依然としましても秋田と山口、まあ、両県の皆様の、まあ、皆様のですね、理解を得るべく努力を重ねながらこの2県に、この配備することで、日本全体をカバーできるとこのように考えております。また議論させていただきます。ありがとうございました。次に宮本徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です。総理、本委員会で、質疑してきて、定かな答弁がなかった点について まず伺います。消費税の増税複数税率化に伴いインボイス制度が導入されます。財務省の見積もりでは免税事業者のうち161万社が課税業者となり2480億円税収が増えると、一事業者平均で見れば課税売上は550万、利益は約150万、消費税増税額は 15.4 万円と、利益150万で消費税の納税義務15万4千円というのは大変大きいです。問題はですね、消費税が価格に転嫁できるかなんですね。日本商工会議所の調査では消費税が全部価格に転嫁できると、そういう見込みだと答えたのは小規模な事業者ほど少ないと、1000万以下の事業者では約5割事業者が消費税をですね価格に転嫁できなかった場合、まあ、年間の利益が150万円しかない中15万4千円の消費税をどうやって納めるのかというのを私繰り返し聞きましたが、財務省からはですね、転嫁してもらうように頑張るという話しかないわけですよ。現に転嫁できてない実態はたくさんあるわけですよね。ですから今日は財務省答えられなかったので総理に答えていただきたいと思います。事業者が
消費税を価格に転嫁できなかった場合、事業者が消費税を価格に転嫁できなかった場合、事業者はですね、どこからお金を出してこの消費税を納めるんですか。安倍内閣総理大臣。消費税はですね、価格への転嫁を通じて、まあ、最終的には消費者に、ご負担をいただくことが予定されている税でありまして、事業者の方々が消費税を円滑に転嫁できるよう環境整備を行うことが重要と考えています。政府としても消費税率引き上げに際して、転嫁対策特別措置法に基づき、買い叩き等に対して、公正取引委員会による指導、勧告を適切に実施をし、さらに転嫁人面による監視体制の強化を行うことにより、中小小規模事業者の方々が不利益を被ることのないよう、関係法令に基づいてしっかりと対応してまいります。宮本君。ですから同じ答えで、ね、転嫁できなかった場合どうするのかということですよ。今日本委員会には元財務大臣でもあった野田さんもいらっしゃいますけれども、野田さんは財務大臣の時こう答弁されておりますよ。きちっと転嫁をしていないということですので、それは自己負担になるということです。これ私正しい答えだと思いますよ。結局消費税が価格に転嫁できなければ事業者が未税金を切って支払うしかないと、これが真実なんじゃないですか。総理違いますか。麻生財務大臣。たびたび申し上げておりますけれども、このお話をずっとしておられますけれども、これは常に滞納という話は消費税に限ったことではなくて、所得税でも滞納は起きます。いろんな税でそういったものは常に起きるものっていうのはある程度確保せねばいかんのだとは思いますけれども、今少なくとも中小企業庁を見ましても全く転嫁できていないという回答は 2.4%、 消費者向け取引で 4.2% という数字になっておりますので、事業者は消費税を適切に転嫁できていないという状況ではないというふうに私は基本的に宮本先生と意見がそこのところ大きく違っていると思っておりますがね。宮本君。その同じ調査でですね、すべて転嫁できていると答えているのは、この間も議論しましたけど、B2B で 87.3%、B2C で 75.4% ですよ。一部転嫁できてない、あるいはいろんな理由で転嫁してない、そういうところも含めれば、たくさんの事業者が転嫁できてないというのは、政府の調査でも厳然たる事実ですよ。消費税が価格に転嫁できなかったら、どうやって、ね、事業者は税金を納めなきゃいけないのかと。納税義務は事業者にあるんですよ、消費税というのは。所得税や法人税は所得があったらかかりますけれども、消費税というのは事業者が消費税を預かってなくても、事業者にかかるんですよ。利益150万円の事業者にとって、消費税が転嫁できないってことになったら、どうなりますか。15万円。生活費を削って納めるっていうことになるわけですよ。そういう深刻な事態を引き起こすっていうことを総理は自覚してるんですか。麻生財務大臣。滞納の話をされておられるんだと。滞納の話じゃないですよ。価格に転嫁ができない場合。座ってしゃべらないでください。立ってしゃべっていただかないと、話がルーティンになっております。はい、じゃあ宮本君。滞納の話をしてるんじゃないですよ。大臣お座りください。消費税が価格に転嫁できなかった場合のお話をさせていただいております。払えなかった場合は滞納になるわけですね。いや滞納はい、宮本君。もう払えなくなったら消費税は滞納になりますけども、うん、消費税を価格に上乗せしなかったら、それでも売り上げがあれば、それに応じた消費税の納税義務を発生するわけですよ、うん、そうすれば、どこからかその消費税を持ってくるしかない、どこから持ってくるのかというと、利益を削ったり、生活費を削ったり、こうやって納めるようになっているのが消費税の仕組みじゃないのか、うん、ということを言っているわけです。麻生大臣。税金は基本的にはそういうものだと思っております。私どもはね、その上で答弁をさせていただかんといかんのだと思うんですけれども、少なくともそういった形で滞納するとかいう形にならざるを得ない。250万円で 15.4 万4000円の滞納が
納税ができなくなるという話を前提しておりますので、そういった納税、一括納税というものが困難というような相談があったということになった場合には、それは個々の事情を十分に把握した上で、具体的な納税計画をこう約束して分割納付等々を認めるのは、これは法令上に基づき適切に対応させていただくということになっておりますが、他の税金と同じことだと思います。はい、はい、宮本君。他の税金とは消費税は全く違うんですよ。法人税も所得税も自分に所得があって、それで自分が納める納税義務があります。消費税というのは、預かった消費税を事業者が納税する義務があるんですよ。預かってなくても納税する義務が発生するんですよ。ここはですね、大変な問題なんですよ。日本商工会議所の調査でも、インボイス制度を導入したら免税事業者の1割近くが廃業を検討するって答えてるんですよ。そういうことをやっていいのかということが問われていると思いますよ。地域の住民と住民の暮らしと、そして経済を支えている業者の皆さんをインボイス制度を導入すればですよ、廃業、1割近くの方が廃業を検討する、こういう道に総理進んでいいんですか。総理にぜひ答えていただきたいと思います。麻生財務大臣。転嫁対策のお話だと思うんですけれども、基本的には民間事業者団体の認識等々を言っておられましたけれども、これは消費税率の引き上げに対して価格への転嫁を行うということの重要性というのは申すまでもない話なんであって、資金繰りの確認とか納税資金の確保等々について、これは事業者に対して注意の喚起を促して、こういうことはしておかなきゃダメですよというようなことになるんだと思っております。いずれにしても事業者の方々がこれは消費税を価格に転嫁できるようにするためには、消費税転嫁対策特別措置法というのがあるのはご存知の通りだと思いますので、これ等に基づいてしっかりと対応してまいらねばならないところだと思っております。宮本君。私はですから、消費税30年経っても転嫁できてない業者がたくさんいるにもかかわらず、消費税の納税義務が発生していると、これを免税事業者まで広げたら大変なことになるという話を何度も繰り返させていただいているのに、どういう大変なことが起きるのかという自覚がですね、あまりにもなさすぎますよ。こんなことでですね、複数税率化 10% 増税インボイス導入なんてとっても認められないと、申し上げておきたいと思います。もう一点お伺いします。消費税導入30年ということで、消費税以外の国民の負担がどうなったのかということで、今日資料をお配りさせていただいております。この資料の1枚目の右側のグラフを見ていただきたいと思いますが、これは政府税調に提出された資料を簡素化したものであります。所得税、住民税と社会保険料の合計の負担率、赤い線がですね、消費税導入前と、紺色の方の線がですね、2015年分、です。なだらかに、角度がなるだけではなくてですね、低所得者は負担が大きく増え、高所得者ほど負担が下がったというのが、この30年間の傾向なわけですよね。これ、税と社会保険料の集め方をして、総理、間違ってるんじゃないですか。総理。安倍内閣総理大臣、お願いいたします。まず、税制について、申し上げれば、所得税は累進税率の仕組みを取っておりまして、もとより所得再分配機能を有するものでありますが、昭和60年代以降、税率構造の大幅な累進緩和が行われた結果として、再分配機能が低下したことは否めないとの指摘もあると承知をしています。このため、所得税の再分配機能の回復を図る観点から、最高税率の引き上げ、金融所得課税の税率引き上げ、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し等の施策をすでに講じてきたところでありまして、そして社会保険料については、高齢化等に伴い、社会保障給付の費用が増加する中で、国民皆保険の維持にどうしても必要な費用を賄うため、保険料率の引き上げを行ってきたところであります。他方、比較的所得、低所得の方々が多い、国民年金や国民健康保険、等の保険料については、所得に応じた免除や
軽減の仕組みを設け、必要な支援を行ってきました。また、例えば、基礎年金、国民健康保険等にかかる給付費用の半額は、税金で、これはご承知のとおりありますが、賄うとおりまして、さらに所得は低く、税金を負担していない、あるいは少額の負担にとどまる場合でも、各種の給付を受けることができるなど、受益と負担を合わせて考えることが重要であろうと思っています。いずれにいたしましても、個人所得税、個人所得課税や社会保険料のあり方については、経済社会の情勢の変化等も踏まえながら、今後ともですね、不断に検討を行ってまいりたいと考えています。宮本君。所得再分配機能の回復の観点から最高税率を引き上げたとおっしゃいましたけれども、所得再分配機能をですね、本気で回復するんだったら、逆進性を強い消費税増税というのは全く反対のことをやってるじゃないですか。総理ね、消費税をどん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 引き上げて、高額所得者の税率を引き下げたというのはこの30年間なんですよ。これをですね、本当に正すというんだったら、消費税増税はやめるべきだということを強く申し上げて質問を終わります。はい、次に丸山穂高君。はい、丸山君。日本維新の会の丸山穂高でございます。総理、短くございますのでですね、早速質問させていただきたいんですけども、総理はリーマンショック級の、ことがない限り、この、秋に消費税を 10% にされるというお話されてきました。現にも法律も、ありましてですね、何事もなければそういうことだと思うんですけども、総理の認識として、現時点、今日はもう3月の1日ですが、現時点でリーマンショック級の、事態が起こっているとお考えでしょうか。いかがでしょうか。安倍総理大臣、足元のですね、経済状況については、通商問題の動向や、中国経済の先行き等によるリスクに、留意する必要があると考えておりますが、世界経済はですね、米国を中心に全体としては緩やかな、回復を続けておりまして、我が国経済も内需を中心として緩やかな回復が続いていると、こう認識をしています。その上で、リーマンショック級の事態については、これまでも申し上げているとおり、例えば世界的な経済危機や大震災などが考えられると申し上げてきたところでありますが、現在のところそのような事態は発生しておらず、経済の影響に対して、十分な対策をした上で、消費税率を引き上げることができる環境にあると考えております。はい、丸山君。現時点では、そんな状況にない、そして、上げられる環境にあるということですが、そうすると国民の皆さんが、気になるのはですね、最終判断のタイミングはいつなのか、これ非常に、大事なタイミングです。先日ですね、官房長官、菅さんはですね、延期の最終判断のタイミングについては予算成立が、今日この後採決、まず衆議院でされる予算成立が一つの区切り、と官房長官がご発言されています。またですね、今日は税法です。この税法も通って、そして予算も30日ルールで自然に成立すれば、3月末には成立することになる。そうするとそれに基づいて民間も契約が行われますし、万が一、その中でですね、例えば、報道等があります6月とかにですね、中止決定となってば、これはもう大混乱が起きるのが目に見えていると思いますし、正直、国会に身を置くものとしてですね、予算の厳格補正やるとか、もしくは税法改正やるとか考えたら、やっぱり数ヶ月かかるわけですよ。2ヶ月、3ヶ月かかる。正直私としてはもはやもうそのタイミングも過ぎてますし、まさか税法そして予算が今日通るわけ、衆院を通過見込みの中で、この後、タイミングとしては、判断、最終判断はもう過ぎてるなと私は思うんですが、総理、官房長官は予算成立が一つの区切りと発言されています。総理はこの最終判断のタイミングについてどのようにお考えか、お答えください。安倍内閣総理大臣。委員がご指摘のですね、菅官房長官の発言はですね、消費税率引き上げの対応策を盛り込んだ予算案や税制改正法案が国会で成立をすれば一つの区切りになるという趣旨で、発言したものと、承知をして、おりまして、また、消費税率についてはリーマンショック級の出来事が起こらない限り、法律で定められたとおり本年10月に 10% に引き上げる予定でございます。そして、ご指摘のですね、引き上げ延期を行う、もしその後はどうするかという政治判断の話なんだろうと思うわけでございますが、仮にリーマンショック級の事態が発生し、その時の政治判断において、
増税を延期することとなればですね、法改正について国会で議論をお願いすることになるだろうと思います。ご指摘の時期については発生した事態の状況等を踏まえて判断することになるためですね、予断を持って申し上げることはできないと考えております。丸山君。ただ総理、物理的に例えば、まあ、10月から引き上げるわけで9月に、まあ、そういう事態になったとして引き上げを延期できるかと非常に厳しいと思いますが、正直、まあ、今の段階で逆にそのタイミングで中止になると余計に混乱が生じると思うんです。物理的な判断のタイミングの限界当然あると思いますし、当然ですね、予算今回今審議している、そしてこの税法だって今これ審議していますが、この税法はこの消費税を前提に議論しているわけですね。でそういう意味ではタイミングとしてはもうこれ以上引き延ばすわけにはいかないし、総理がおっしゃるいつでも不断のというのは限界があると思うんですよ。国民の皆さんにこのあたりしっかり不安を与えないようにご判断いただきたいと思いますが、総理として率直に国民の皆さんにこの判断についてタイミング、もう一度分かりやすい形でご説明いただけますか。安倍内閣総理大臣。まあ、現在のところですね、そういうリーマンショック級の状況を出来事が起こるということがですね、予測される状況ではないとこう思っております。もちろんその、まあ、大地震ということ等についてはこれなら予測がつかないものでございますが、経済においては、今申し上げた、我々で認識を持っているわけでございますが、政府としてはですね、まあ、本年10月の消費税率引き上げに向けて、経済運営に万全を期していきたいとこう考えておりますが、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、仮にそういう判断をするときにはですね、まあ、これは総合的な判断をしていくということになるわけでございますが、まあ、法改正について国会でご議論をお願いすることになるということは先ほど申し上げたとおりでございました。いずれいたしましてもそれが必要になるということなんだろうとこう思っているところでございますが、この時期についてはですね、この発生したときの事態の中身、状況等についてですね、踏まえて判断することになるわけでございますので、今の段階でですね、あらかじめそうしたものを予断を持って申し上げることはできないということでございます。丸山君。つまり総理としては直前でも可能だとお考えたところですか。安倍総理大臣。直前、10月のですね、それは今申し上げましたようにですね、まあ、国会で議論をお願いする、まあ、法改正は必要なわけでございますから、国会でご議論を、まあ、お願いすることになるということでございます。丸山君。そういうことであれば、それ相応の時間必要ですよね。だいずれにしろ直前にはさすがに無理だというのをお考えは、認識は同じようにしていただくということですか。安倍総理大臣。まあ、これはですね、この、事態の中身、あるいはその時の、そのどの時点かということにもよりますので、今ここでですね、各党のことを申し上げることはできないということはご理解をいただきたいと思います。丸山君。まあ、でも大体の、総理のお考えが見えてきているはいますが、明言はされませんが、こればっかりお聞きしても同じ答えになると思いますので、続きにつなげていきたいんですが、やっぱり今回の税法を見てますとあまりにも複雑だと思います。で、参議院会でもいろんな議論ありました。 3% の、まあ、ポイント還元によってですね、最低 3%、 今 8% なのに消費税 3% にポイントになる。一方で 10% のものあるし、まあ、散々私も言ってます、なぜか新聞が税率 8% でのまとかですね、非常にまあ複雑になると思いますけど、これ国民の皆さんから多く、まあ、総理もお聞きになっていると思います、複雑じゃないですかというお声、これに対してどうご説明されるか、もう一度最後にきちんと総理の口からお伺いできますでしょうか。安倍内閣総理大臣。まず、まあ、この軽減税率制度はですね、ほぼ全ての人が毎日購入している食料品等に限定して税率を 8% に据え置くことによって、消費税の逆進性を緩和しつつ、買い物の都度通税間の緩和を実感できるという利点があります。まあ、そのことから低所得者への配慮として実施するものであります。また政府としては制度の円滑な実施に向けて具体的な事例を紹介した Q&A を公表するほか、約5万回の事業者向け説明会を開催し、延べ145万程度の事業者が参加するなど、収支広報に取り組んでいるところであります。またポイント
還元についてはですね、前回 8% の引き上げの際、予想以上に消費の低迷を招き、その後の景気回復にも力強さを欠き、中小小規模事業者は、大幅事業者はですね、大企業に比べて体力が弱く、競争上の不利もあるといった点を踏まえ、中小小規模事業者に限定した上で、消費を下支えするため、次元的に実施するものであり、税率がこれは複雑になるわけではないと考えています。今回の実施にあたっては、ポイント還元の対象となる店舗に還元率を明記したポスター等を貼り、消費者の皆さんが一目で分かる工夫を講じる考えであります。さらにキャッシュレスの決済事業者とも連携しながら、中小小規模事業者、消費者双方に積極的に広報を行ってまいります。依然としましても、今回の消費税率引き上げの対応には、引き上げ前後で、事業者に混乱が生じないよう、また消費者が安心して購買できるよう、積極的な広報により、各策の周知徹底を図ってまいります。丸山君。これ総理、ただでさえ複雑な、今、総理はきちんと周知を図っていく、広報が大事だという話されましたけど、万が一、先ほどの少し戻りますが、消費税増税の延期だという話になったら、余計大混乱ですね。今の総理のご回答であれば、おそらく混乱が生じないようなタイミングでは、もう決まるんだと。つまり混乱を、例えば延期に関しては、混乱を生じさせるようなタイミングでは、延期はしないと。そういうご回答ということでよろしいですか。安倍総理大臣。いずれにいたしましてもですね、我々としては、まず、経済の状況を等も含めまして、円滑に消費税が、を引き上げる状況を作っていきたいと、このように考えているところでございます。また、その判断時期等については先ほど申し上げたとおりでございますが、リーマンショック級の出来事がない限り、我々は法律にのっとって、税率を 8% から 10% に引き上げていく考えです。手を挙げて。これはですね、混乱のないタイミングというのは、その事態等、先ほど申し上げましたように、その時期や事態等によりますので、今、どういう状況が混乱に当たるかどうかということについてもですね、明確に答弁する等法についてはですね、それは困難であるということで、ご理解をいただきたいと思います。丸山君。いずれにしても、混乱の生じないような、最終判断をいただきたいというふうに思いますが、やはり総理、最後に聞きたいのは新聞の件です。減税率、総理、予算委員会、テレビでもお聞きしましたが、なぜか新聞だけ外形判断されてるんですよ。で、書籍は外形の判断じゃなくて、有害して、云々の話があるんですよ。これ、なんで外形なんですか。総理、そのままお読みになるんじゃなくてですね、なぜ新聞だけ外形の判断なのか、もう明らかな矛盾なんですけど、それについてどうお答えなのか、お願いします。安倍内閣総理大臣。権限税制度はですね、消費税率引き上げに伴う所得の低い方々への配慮として、食料品等を対象品目として法律において明確に定め、実施するものであります。食料品については、食品表示法に規定する食品であって、人の飲用または食用に供されるもの、または新聞についてはですね、週2回以上発行され、定期購読契約されているものとしており、現状においてですね、軽減税率の適用される物品については、外形的な基準に基づき、その対象を定めているところでございまして、いわば、これはですね、依然としましてもですね、新聞についてはその購入の実態に着目をし、逆進性緩和の観点から、軽減税率の対象として、いることを、ご理解をいただきたいと思います。丸山君。時間が来たので終わりますが、なぜ外形かは全く説明いただけませんし、極めて矛盾のある税制だと申し上げまして終わります。ありがとうございました。次に野田佳彦君。はい、野田君、よろしくお願いいたします。一番小さな会派でありますけれども、他の党のご配慮をいただいて均等割の12分をいただきました。限られた時間ですので、早速質問いたしますが、平成という時代を税財政の面で振り返ったときに、私は消費税の呪縛との戦いだったというふうに思います。昭和においても大平内閣、中曽根内閣、それぞれ一般消費税、売上税、構想はありましたけれども、頓挫をしました。平成元年の1月8日、曲折を経ながら竹下内閣で消費税 3% が導入され実施をされました。その後、
8% まで上げるまでに30年かかったわけであります。まあ、歴代政権それぞれの立場でご苦労があったと思いますけれども、私はどうしても消費税は政権の倒れることにつながりかねない、そういう怯えが常にあったんだろうというふうに思います。それが先送りを続けてきた一番の要因だというふうに思うんですね。私は社会保障と税の一体化を通じて三党合意で与野党が未来の世代に責任を持つためにネキストエレクションよりもネキストジェネレーションというそういう合言葉の下でお互いに責任を持ち合うことによってその呪縛を解こうとしましたが、残念ながらまた呪縛が出てきているように思えてなりません。安倍総理は 8% 実現まではこれは実施をされました。今度10月1日の 10% 引き上げに際してはですね、残念ながら呪縛に取られていると思うんですね。それは堂々と国民の皆さんに何のためにご負担をお願いをするかという王道からそれて、むしろばらまきをたくさんやってごまかすことによって私はその呪縛に解かれているというふうに思っています。呪縛に取りつかれているというふうに思っています。私はこれは将来にわたって大変悪い癖を残すことになると思うんですね。平成31年度で消費税の引き上げで増収の見込みが約2兆円、一方で先ほど話題になっていたポイント還元であるとか、あるいは住宅ローンの減税の拡充であるとか、国土強靭化とか、さまざまな対策が講じられますが、これ全部合わせると2兆3000億円、私は過剰なばらまきだというふうに思います。これによってですね、社会保障の充実安定と財政健全化のためなら増税もやむを得ないと思っていた人たちのその気持ちを裏切ることになり、何のための増税か、政策に対する根源的な不信が生まれると思いますが、総理のご見解をお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。何のための増税かといえばですね、それは税収を上げていくためであります。しかしただ税率を上げればいいということではなくて、経済が腰折れしてですね、デフレが再び、今デフレではないという状況を作り出しましたが、再びデフレ経済に陥り、成長が鈍り、あるいはマイナス成長となってしまってはですね、これは元も子もないわけでございます。それはまさに税収も税率を上げたにもかかわらず、残念ながら税収は上がっていかないということにもつながっていくわけでございますし、多くの人たちが職を失い、あるいは若い人たちが残念ながら未来を見ることができない、つまり就職がなかなかできないということにもつながっていくわけでございまして、やみくもに税率を上げるわけにはいかないのは当然のことであろうと、こう考えております。税率を上げていく上においては、いわば そういう状況を作り出すことが極めて重要になってくるわけでございまして、しっかりとデフレではないという状況を作り、そして経済を上向きにしていく中におきましてですね、税率を上げていく、まさにこのアベノミクスの効果によってですね、我々は税収をまず 3% 引き上げる状況を作り出すことができました。その次にさらに 2% 引き上げる上におきましては、 3% 引き上げた際にですね、反動減が相当、書き込み需要もありましたが反動減もあった、そして残念ながら景気は回復をそう簡単にはしなかったのみならずですね、経済の成長においても、一回伸びて、一回落ちただけではなくて、この伸び方も鈍くなるという問題があった中においてはですね、この対策に万全を期していくことは当然のことであろうと、こう思っているところでございます。野田君。私も駆け込み需要と反動減があるということは承知していますし、それに対する一定の政策は取るべきだというふうに思います。その点は理解をしているつもりです。ただその 2.3 兆円の中にはですね、過剰だと先ほど表現をしましたけれども、よく精査もされないで盛り込まれたものもたくさん入っているように思えてなりません。その代表的なものがポイント還元であります。これは本会議でも総理に質問をしてお答えをいただきましたけれども、
税制というのはあるべき姿というのはまず簡素であることです。しかし軽減税率に加えて2ポイント5ポイントの還元が加わることによって 10%、8%、6%、5%、3%、これだけ複雑な税率になる、簡素からかけ離れる。歳出項目でありますけど、ポイント還元というのは税制を歪めるんですよね。で加えてカードを持ってない子どもやお年寄りは増税になり、そしてカードを持っている人たちにとっては減税になるかもしれない。これ逆進性を助長するというふうに思います。その意味では税制の中立公平、この観点からも失格だというふうに思います。でこのポイント還元についてですね、委員会で私ずいぶんいろいろ質問しました。経産省が主に答弁をしたんですけれども、驚いたことにですね、例えばいまだに中小小規模事業者の要件というのはまだ固まってないんですよ。ポイント還元の対象となる、この対象が決まってない。商品の対象も決まってません。タバコどうなんですかという質問がありましたけど、まだ決まってないって言ってましたね。いろんな不正が起こる可能性もある。ポイントの転売がされる可能性もある。そういう不正防止に対する対策もまだ決まってない。ほとんど検討中でした。こんな粗雑な施策に2798億円も血税を使うというのは私は許されないと思いましたね。よく私財務大臣なんてこれ認めちゃったかと思いました。この議論やっていたら麻生財務大臣からは今の話を聞いていて率直に言って大丈夫かなというような本音がポロッと聞こえたですね。なんでこんなことが起こったのか。麻生大臣おっしゃいましたけれども、このポイント還元というアイデアは12月7日に聞いたと言いました。よく練ってないんです。制度として練り上げてない。そんなものが約3000億円も使って使われる。これはまさにばらまきじゃないでしょうか。私は過ちを改めにはばかることなかれという言葉がありますが、この愚策は撤回すべきだと思いますけれども、総理のご所見をお伺いいたします。安倍内閣総理大臣。消費税の引き上げ後、大企業はこの自己負担でセールなどを実施できるのに対しまして、中小小規模事業者は大企業に比べて、体力が弱く、競争上の不利があるわけでございます。の前回、消費税を引き上げたときにはですね、いわば消費税率還元セールのようなものをしないような、そういう指導をしてきたわけでございますが、例えばヨーロッパにおきましては消費税率を引き上げてもですね、この半導源等々駆け込み需要というものが非常に山が小さいのはなぜかという中におきましてはですね、そうした小売店等がですね、そうしたまさに消費税が引き上がる前に少し値上げをしたり、あるいは後に値引きをしたいということをしているということもありますから、今回はそういうことも可能にしていこうということにしたのでございますが、その際今申し上げましたようにですね、大型店、大企業はですね、体力上昇ができるけれども、競争上不利になると、こうした点を踏まえまして、今回は、中小小規模事業者に限定した上で、消費をしっかりと支えするため、大胆なポイント還元を実施することとしたものであります。今の段階でまだ、決まっていないというご指摘でございましたが、これはいずれですね、経産省の本院においてですね、しっかりと、これは見解が示されるものと思っております。今回のポイント還元では、誰でも簡単に加入できるプリペイドカードなど多様な選択肢を用意することで、クレジットカードを持たない方々も含め、幅広い消費者がポイント還元のメリットを受けられるようになるわけでありまして、QR コードなどはですね、これカードがなくても、これ手数料もなしでですね、簡単にこれ使うことができるようになるわけでございまして、また中小小規模事業者は、雇用の7割を支えるまさに日本経済の屋台骨でありまして、今回の大胆なポイント還元によって中小小規模事業者の売上が大きく伸びれば、従業員の方々の所得拡大などその広い波及効果も期待されると考えているところでございまして、そうした考え方からですね、今回導入させていただくわけでございます。またキャッシュレス決済についてはですね、これは世界の大きな流れがあるわけでございまして、中小小規模事業者の皆様もですね、この流れの中で今回導入ができるように国としてもしっかりと支援をしていくということでございます。野田君。今は思いつきの政策の問題を申し上げましたけれども、
思いつき堂に思い込みというのも弊害がありまして、その思い込みの弊害というのは、私はデフレは貨幣的な現象であると国会で総理が明快に確信を持って答弁されました。その思い込みから始まった異次元の金融緩和は異次元の副作用をもたらすだろうと思います。金融の出口を見つけることは私は困難だと思います。そして財政健全化の入り口に立つことも困難になると思います。私は近い将来に想像のできないような大きなリスクが口を開けて待っているような気がしてなりません。私はこの異次元の金融緩和についても軌道修正していかなければならないと思うし、そうでなければ後世においてそれこそ安倍政権が幻想だけ振りまいた悪夢の政権と言われかねないと思います。総理のご見解をお伺いしたいと思います。安倍総理大臣、簡潔にお願いいたします。はい、従来から申し上げているとおり、デフレはさまざまな原因があるものの、基本的には物価が継続的に下落する貨幣的な現象であり、デフレ脱却において金融政策が大きな手段であるという考えに変わりはないわけでございます。まさに20年以上続いたこのデフレ経済にですね、デフレではないという状況を作り出したのは、まさに私たちが進めた、また黒田総裁が進めた金融政策があったからこそ、我々はもはやデフレではないという状況を早く作ることができたわけでございます。その中では例えば、GDP におきましても、名実が逆転していた状況をですね、正常に戻すことができた。それ以外の政策、もしそれをやっていただければですね、未だに続いていたということになるわけでありますから、それこそ野田政権の時に決めた消費税の引き上げすらできない状況が続いていたのではないかと、こう思う次第でございまして、まさにこの政策を進めたからこそですね、名目 GDP はこの1割以上成長したわけでございまして、雇用においてもですね、大きな成果が出ているのは間違いないんだろうと思っておる次第でございます。金融政策につきましては、具体的な手法についてはこの出口戦略を含めて日本銀行に委ねられるべきだとこう考えておりまして、私は黒田総裁の手腕を信頼をしているところでございます。野田君。終わりますけれども、今の金融政策も自分の任期中に出口見つけるとか、私はもう越権行為のような発言で私は日銀に縛っていると思います。そのことだけ強く警告として申し上げて質問を終わります。これにて内閣総理大臣出席のもとの質疑は終了いたしました。内閣総理大臣はご退席いただいて結構でございます。お疲れ様でした。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので順次これを許します。高木蓮太郎君。高木君。立憲民主党無所属フォーラムの高木蓮太郎です。私は会派を代表して政府提出の所得税法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。反対の理由、第一に今回の住宅ローン控除の拡充、そして社会課税の見直しがともにすでに複雑な税制をさらに複雑化するものであり、簡素という税制の大原則を大きく外れた改正だからであります。また住宅ローン控除拡充と社会課税見直しは今年10月に予定する消費税率引上げに対する駆け込み需要とその反動への対策ということでありますが、質疑でも明らかになったようにその効果は半然とせず極めて限定的と言わざるを得ません。合わせて消費税率引上げへの臨時特別の措置で言えば、天下の愚策キャッシュレス決済ポイント還元は質疑で聞けば聞くほど中身が実にいい加減、一部の特定の企業だけボロ儲けの疑いあり、こんなことに巨額の税金を本当に使っていいものか、多くの委員の皆さんが問題意識を共有したところかと存じます。そもそもで言えば戦後最長の景気拡大局面と政府はいえども、その恩恵のない、あるいは実感が全く得られない国民の日々の暮らし、消費需要がともに伸び悩むという現下の日本経済全体、そして中国経済の動向をはじめ世界経済の不確実性に伴う下振れリスク、さらに言えば統計不正によって明るみになりつつある実は虚像であったアベノミクスの実態を鑑みれば、本年10月に消費税率を引き上げられる景気環境には全くありません。第二に、研究開発税制の見直しが真にベンチャー企業の支援税制になるのか非常に疑問であるからであります。また研究開発税制をはじめとする所得全体については毎年のように指摘されているとおり、効果を科学的定量的に分析検証することが難しく、常に願望を述べるにとどまっている以上、
むやみやたらに拡充することは一旦立ち止まり、むしろ抜本的根本的見直しを図らなければならない時期に来ていると考えます。第三に、今回の改正にはまたしても金融所得課税の見直しが含まれなかったからであります。我が国の喫緊の課題である格差是正のためにも、税による所得の再分配機能強化に本腰を入れて着手しなければならないと、これまた毎年のように指摘されているにもかかわらず、今年もなしのつぶてであります。以上申し上げましたように、本法案は公平、中立、簡素、加えて透明、納得という税制の大原則を無視した継ぎはぎだらけ、その場しのぎの税制改正であり、国民経済を混乱させることは必要であります。個人事業者の事業承継税制創設など、一部に必要な改正が含まれていることも認めますが、以上、どうしても看過できない重大な問題を3点指摘し、本法案に対する反対の討論とさせていただきます。次に、緑川隆君。委員長、はい、緑川君。国民民主党無所属クラブの緑川隆です。国民民主無所属クラブを代表いたしまして、今反対の立場から所得税法等の一部を改正する法律案について討論をいたします。私たちはこれまで実質賃金の低下が顕著であること、そして GDP の民間最終消費支出が横ばいであることなど、アベノミクスの失敗を検証した上で国民生活重視の経済政策への転換を訴えてまいりました。そうした検証を覆そうと、実質賃金が不正に上方修正されるといった事態がまさか起きることになるとは思いませんでした。今回の統計不正でより鮮明となったのは、アベノミクスの失敗がいよいよ隠しきれなくなったということです。第一のや異次元の金融緩和はとうとうマイナス金利にまで足を踏み入れ、地銀も大手銀も苦しんでいます。第二のや大規模な財政出動により、建設業界もバブルに今は沸いていますが、バブルはいつか弾けるものです。本丸であったはずの第三のや成長戦略も目に見える結果は出ておりません。国民のためを思うなら、素直にアベノミクスの失敗を認め、政策を転換していただきたい。統計を不正に操作して失敗をことするなど言語道断であります。不正を恥じ、不正の上に築かれた歳入法案を撤回して出し直してください。その際、消費税の軽減税率制度も撤回するべきです。軽減税率は高額な財サービスが購入できる高所得者ほど軽減額が大きくなるなど、不公平を助長します。さらに事業者に過度な負担を負わせるだけでなく、消費者側にも大きな混乱を招くものであります。最後に、国民民主党は国民生活重視の経済政策実現に注力していくことを国民の皆様にお誓いをして討論を終わります。次に、宮本徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です。日本共産党を代表して所得税法等一部改正案の反対討論を行います。反対の第一の理由は、本法案が今年10月の消費税増税を強行するものとなっているからであります。前回の消費税増税以降、消費は落ち込んだままであります。消費税増税を強行すれば、さらに消費は停滞し、日本経済に深刻な影響を与えます。消費税は低所得者ほど負担が重い税制です。増税により一層逆進性が強まります。その一方で、住民税非課税世帯でない高齢者世帯、単身の低所得の勤労者世帯に対し、逆進性を緩和させる対策はありません。住宅ローン控除の拡大や、自動車関連税制の軽減は、購入できる世帯の消費は喚起するでしょうが、住宅を購入できない世帯への支援はありません。増税対策の目玉であるポイント還元は、キャッシュレス決済を使用しない高齢者などに恩恵がない一方、高所得者ほど恩恵を受けられ、極めて不公平です。中小小規模事業者の支援を謳いますが、キャッシュレス決済を導入すれば、手数料など業者に新たな負担を強います。売上増につながらなければ経営が苦しくなるだけです。かといって、キャッシュレス導入を避ければ、ポイント還元制度の存在により消費者の選択から排除されかねません。ポイント還元は注意すべきであります。さらに、消費税の複数税率化に伴うインボイス導入は、多くの免税業者を苦境、そして廃業に追い込みかねません。住民の暮らしと地域経済を支えている業者を廃業に追い込む税制など断じて許されません。消費税増税は注意すべきであります。第二の反対理由は、研究開発減税をはじめ、法人税を空洞化させている租税特別措置など、大企業優遇税制が温存、拡充がなされるからであります。
研究開発減税はトヨタなど大企業に減税の恩恵が集中しています。内部留保は毎年数十兆円ずつ積み上がっています。今回の改定案では税額控除ができる上限を現行の法人税額の最大 40% から 45% に拡充します。巨大の内部留保を積み上げ続ける大企業に減税を拡大するなど大企業優遇が過ぎます。大企業優遇税制を改め、応分の負担を大企業に求めるべきであります。なお、本法案には中小企業の軽減税率の特例措置の延長や事業承継を支援する制度の拡充など賛成できる内容も含まれますが、以上の理由から反対といたします。次に丸山穂高君。日本維新の会の丸山穂高でございます。所得税法等の一部を改正する法律案について反対の立場から討論いたします。現在の日本が直面している経済的な課題と社会保障費の膨張に伴い増え続ける国債発行額の問題を見れば、やらねばならぬことは明確なはずです。やるべきことは経済成長による税収の確保、ともに並行して身を切る改革をもって行財政改革を進めることで無駄のない行政を実現し財政健全化を進めること、税制においても場当たり的な軽減税率や控除申告の誤りなど頻発している住宅ローン減税等の複雑な平準化策なのではなく、給付付き税額控除など適正な所得再分配を行う形での抜本的な税制改革が必要であると考えます。本法案の内容に10月の消費税率の引き上げに伴う需要変動の平準化策があります。そもそも政府は様々な景気対策を検討されていますが、我が党は軽減税率の拙速な導入には断固として反対の立場であり、将来に禍根を残すと考えております。そもそも2015年に軽減税率を決めた際、マイナンバーを前提とした給付付き税額控除の導入も選択肢であったはずであり、マイナンバーカードの普及を前提とした真に公正な制度の確立を優先すべきです。本法律案には住宅ローンの減税制度の拡充や自動車重量税の見直しといった方策が盛り込まれていますが、住宅や自動車のような大きな買い物により恩恵を受ける対象は限定的であるだけでなく、そもそも人口減少に伴って住宅は余る方向で、地方だけでなく都市部においても空き家問題が深刻化している状況にあります。こうした状況下で果たしてこうした税制が景気対策として妥当なのか、それ自体がそもそも疑問であります。場当たり的な制度作成で本来簡素であらねばならないはずの税制がますます複雑さを増すばかりです。一つ一つの例を挙げてみても、今の税制は、備忘策の陳列でしかないという批判をせざるを得ませんし、政治が約束した身を切る改革を実行せぬままに、消費税率を上げ、軽減税率等でさらに税の複雑さを高めることはもってのほかだということを改めて申し上げ、所得税法等の一部を改正する法律案に反対の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。これにて、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。所得税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法案に対し、井林辰徳君ほか5名から、自由民主党、立憲民主党無所属フォーラム、国民民主党無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会保障を立て直す国民会議の共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。高木連太郎君、高木君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。所得税法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化、広域化、高度情報化による調査、徴収事務等の複雑困難化、新たな経済活動の拡大に加え、税制改正、社会保障税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性、特殊性を適正に評価した給与水準の確保など、処遇の改善、気候の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと、特に社会的関心の高い国際的な租税回避行為、
富裕層への対応を強化し、さらには納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること、以上であります。何卒ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって法案に対し付帯決議をすることに決しました。この際、本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。財務大臣、麻生太郎君。ただいまご決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、ご指示に沿って配慮してまいりたいと考えております。お諮りいたします。ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。